天才ピアニストの深夜おでん。はい、どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。あすみです。昨日の深夜おでんを聞いて、はい、うちのお父さんが、うん、白熊くんのいちご買ってました。やった。これは影響力のあるラジオですね。なんかさ、そのやっぱね、全国から売り切れてると思うんですけどね。ないよもう。からね。はい。やっぱね、なんかさ、それで思うんですけどね、うん、あのテレビとか、うん、ラジオとか、まあ、何でもそうですけど、はい、まあ、人に聞いてとかもそうですけど、うん、あのすぐ試せる人はおるやん、うん、うちのお父さんもそうです、はいはい、あれ偉いなと思うんですよね。いや確かに、なあ美味しそうやなって思うけど、なかなかそれをめがけてさ、そう言うたら買い物ついでにの時はもう忘れてるやん。忘れてる。多分それをピンポイントに買いに行ってるよな。うん、そうだと思います。セブンイレブンなんか別に普段父親は行かないので、うん、あ、そうなんや。コンビニに別に用事ないんです。まあそうか、あの世代ってあんまり、そう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 、頻繁には寄らへんや、私らぐらいは。そんなも高級品でもやらしいわぐらい思ってやるもんね。いや、そう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 、便利か知らんけど、そうそう、うちのお父さんそんな喋り方じゃないんだけど、やらしいわとか言わないんだけど、うちのお父さんなんかもコンビニはまだサークル系しかないと思ってるから、しかもね、Kマートって呼んで、これすごい香ばしいですね。あの、Kマートか。Kマート、まあわかるけどな。うん。Kマートに間違いはないんだけれどもね。大体Kマートよ。Kマートで伝わるからいいんですけどね。いや、そう、なんかさ、うん、それで、おばあちゃんとかもテレビでやってた、これとか言って試す、うん。これ、私はそうでもないんですよ。見ても、うん、例えば、CM 見て、うん、マクドとか結構すぐ出会えるやん、はいはい、マクドとかモスとかってこう、うん、なんか今白いチーズのやつとか、ダブチーチーみたいなやつな。そう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 、うん、モスだ。あ、モスか。モスの白いチーズトロローンってなってる、知らんわ、バーガーとか、スキヤとかやったらこう、はい、あれ石原さとみさんでしたっけ、あれ吉野か、そう、うなぎゅうとか、うん、あるじゃないですか、うん、あんなんて別に街歩いとったら、うん、すぐあるやん、うん、で、あ、今日じゃあ昼これしようかって全然できるやんか、うん、でも別にその一旦ちょっと待ってまうねん、うん、周りの意見聞こうとか、はいはいはい、踏みとどまってまうねん、うん、だからすぐタンって行動できる人すごいなと思うんですよ。いや、いいよな。いいです。そういう人がいてるからコマーシャル成り立ってんのよなって思うよな。そうですね。こうパンって宣伝して顔って売り上げが変わるから、うんうんうん、そうじゃなかない人ばっかりやったら、うん、CM やってもな、伸びひんかったらもう意味ないやん。食べてたやつを食べたいからっていう人ばっかりやったら CM やっても意味ないもんな。そうやね。ああ、確かに。我々みたいな冒険家がいてないと、そういう、CM、あなた冒険家サイドやもんな。そうやね。すぐ割と私でも CM やってるやってない関わらず、うんうんうん、あ、これなんやろうと思ったら、この間もセブンイレブンでね、ホットクっていう韓国のおやきみたいなやつの冷たいバージョンみたいなの売ってて、はいはい、食べてみるもんやね。どうでしたか。美味しい。あ、そう、そう、あんな焼きたての熱いやつしか美味しないやろって、うん、焼きまんじゅうをべちゃっとしたようなやつやから、うんうんうん、キン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 に冷えててんけど、うん、冷えとんな結構冷えとんな。そうやろ、うん、なんかちょっと塩味効いててね。あ、ちょっと塩味効いてんの。あ、なんか例え方生地に、うん、例え方悪いかな、他のやつで言うのも悪いかもしれませんけど、うんうんうん、八天堂のクリームパンあるやん、はい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 、あれをべちゃっとした感じ。例え方悪いかえ、ちょ、考えさせてもらって、八天堂って高級やで。八天堂さんのクリームパンめっちゃ美味しい、うん、最高級やで、うん、八天堂さんのクリームパンをペチャーっと潰した感じ。例え悪いか、悪いか悪いか、例えがな。でもペチャンコにしてたわ。いや、そ、三輪さんやん。三輪さんが寄ってきとるやないか、それペチャンコ。あの人は何でもペチャンコにすんのかやな。ペチャンコに、フランスパンだけちゃうの。フランスパン工房、うまっ、うん、まじゃあなんかさ、それうん、リピーターありそうでした。ある。あ、あんねや、うん、特にまあ、私さ、でもその普段甘いもんをしょっちゅう食べるっていう感じじゃないけど、ラジオのね、はい、KBS の4時間生放送の時って結構お腹すくんですよ、はい、すきます。でまあ間のね、あのニュースやってる時とか自分たちが喋らん時に、はい、ちょっとまあ時間あるやん、はい、5分10分、はい、そこであの甘いもんちょっと欲しくって、うん、いつもみたらし買っていったり、はい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 、ちょっと甘いコンビニスイーツ買うようにして、持ってるな、うん、だそれでどんどんねチャレンジして、はいはいはい、そこでねちょっと開拓して、まあ、うん、それで気に入ったら一口もろてもでやってもいいしなとかも思いつつ、そうですね、うん、それのまあ下調べにもなるわな。そうそうそう、あ、そうやな、そのそこの食のこの攻めの姿勢は、うん、ある人はマジで尊敬しますね。攻めると守るよね、うん、いや、え
桃です。食事会の桃です、言わんばかりに、うん、そうやね。なんかそのっていうのも、うん、うちのお父さんはそういうチャレンジ系なんですけど、はい、うちの母親は、うん、あの母親自身が、私たちにそれを強いてたわけじゃないんですけど、うん、母親自身が、うん、あの味想像できるやつやったらもう新規食べへんねん。なるほどな、新商品であっても。そう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 、だからハットクチーズハットクとかはまあ分からんちゃ分からんやん、けんか、うん、でも分からんちゃ分からんやん、食べてみな、うん、やけどなんとなくまあ中にあんこ入ってんのかとか。ええ、あんこじゃないですか、ハットクじゃない、さっき食べたで言ったら、ホットクや、ホットク、ホットクは、え、あんこでしたっけ、なんか中あんこやんか、まあ想像つかへんの、生地の具合ぐらいとかやんか、うん、とかやったらもうあんま食べへんねん。はいはい、はい、もうその、あ、味の感じ分かるなっていう、大体ね、うん、そうだから絶対美味しいって分かってるか、うん、その想像つかんな、うん、っていうやつしか食べへんのですよ、うちのお母さんは。はあ、これちょっと買ってみようかっていうのがあんまなくて。なるほどな、それを見て育ってるから、なんかめっちゃ保守的なんや。逆にさ、でもこれどんな味すんねやろっていうわけわからんやつを買うハードルも高いけどな。あ、でもそれはなんかそのでも美味しくなさそうなやつあるやん。うん、まあ、なんか例えばで言うけど、うん、これはあれやで、あれやで、営業妨害とかなんでもちゃうで、ちゃうで、まあ私は全然好きやけど、うん、竹内さんは批判すると思うねんけど、はい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 、淡路島、あ、ちゃう、玉ねぎソフトじゃないですか。あ、ちょ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 、あのチョコミント大福。あ、そうそう、そんなの買いません。はい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 。マジちょっと未知やけど。うん。そのおいしないやろってことだろう。そのはい。まあ、チョコミントじゃないからやろ。うん、はい。え、チョコミント？チョコミントじゃないからってこと。チョコミントってなんですか、当たり前みたいに。え、そういう政党があるんですか。我々チョコミントとしては。そうですか、はい。はい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 。チョコミントにしたら別にでもまあ私ね、うん、チョコミントの人少ないからね、チョコミントやって言われたらちょっと好意抱く。え、好きになるまであるよ。だって昨日マネージャーが、僕チョコミント食べれるんですよって言ったらめっちゃ嬉しそうやったもんな、うん、男性やのに好き好きってなる。男性より少ないやん、なんか少ないね、男性偏見エグいから、だからほんまにチョコミントへの偏見エグい人多いから、そう、食べてないのに嫌いやっていう人もおるからね。チョコミント好きって言われたら、はい、男女問わずいやーって一目置いて、うん、ああなるほどね、そういうのあるな、食べ物とかでも。あるでしょ、まあ、パクチーとかは普通に私も嬉しいな。そうやね、パクチーもな、特に男性は嫌い、嫌がる人多いですもんね。なんかさ、パクチーに関してだけやのに、うん、ものすごくこの方柔軟で寛容な方なんだという印象を抱くような。そう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 、偏見がない、そうそうそう、ものを見ないで、うん、食べてみて、この人視野広いね。そうそうそう、なんかもう器がでかい感じがしてしまうよな。わ、うん、かるわかる、それわかるよ。そうやね、だ食事に関して愛あるわってでもあの何でもそのこだわりがあるっていうのは大事じゃないですか、うん、こだわりがあるっていうのは大事やけど、だからその許せへんっていう方もシビアではあってほしいよな、うん、その何でも食えるじゃなくてさ、うん、そのだから、例えばやけどその晩ご飯、うん、適当なパンでもいいっていうのは私たち怒るじゃないですか、はい、大嫌いね。そういう、それの反面何でも食えるとかじゃなく、うん、その晩ご飯はもう僕絶対パンとかは嫌なんだっていう、そういうちゃんと食 の、うん、その嫌だという方にもこだわりがあるっていう、食べれる方が広いだけじゃなく、はいはいはい、だからそのチョコミントも食べれるしパクチーも食べれるし、うん、でも夜ご飯はパンも食べれるっていう、うん、あ、何でもそう、何でも OK よ別にって、それって逆にこだわれなくて嫌やな、いやいやな、そうだから厳しい方は厳しくあって、うん、なおかつその、はいはいはい、やけどパクチーとかチョコミントとか、うん、僕は味好きだから好きだっていうのがいい、うん、なるほどね、一番こう、あ、もう食にこだわった上でなおかつ柔軟なんだという、うん、そのできた人だなって、見上げたもんだなって。でもさ、なんかパンでもいいよっていう人おるやんか、夜ご飯夜ね、うん、夜パンでもいいとか、コンビニのおにぎりでもいいんです、うん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 、でもちゃんとお刺身とかも大好きやし、いいお肉とかも食べたいしみたいな人もおるよな、確かに、っていうのもいれば、そこぐらつくな、っていうのもいればほんまに食事興味なくて、うん、まあまあ別に食べれんのやったらいいの食べたいですけど、うん、別にパンでもいいですねみたいなのが一番やばいよな。そうやな、だから、まあ、別にパンでもいいんですよ、でもほんまは食べれんのやったら食べたい、まあ大丈夫かな、ただまあそのパンでもいいっていうのは嫌やけど。そうやな、でも逆に言ったら柔軟っちゃ柔軟やん、うん、そうやな、確かにそこ迷うな、うん、だから五右衛門の大樹はパンむっちゃ好きなんですよ、うん、だからパンが好きやから夜食べれるっていうね、
夜パンで済ますの家なんじゃないかって言ったら、パンが僕の中で位が高いから、うん、はい、だから夜パンを食べるっていうのは、あの適当に済ませてることじゃなく、あ、ご褒美、そう、僕からパンの方に寄っていってるんだ。なるほどな。あ、だそういうパターンもある。このライブ終わったら、この漫才終わったらパン食べれるぞみたいなことやな。そう、ご褒美。私らからしたらさ、うん、このライブ終わったらこの後焼肉で塩タン食べるぞ、そう、ビール飲むぞって、刺身食べるぞ、そうそうそう、みたいなことで、だからソーセージパン食べるぞみたいな。そう信じにくい。でもな、それ好きやからええやんって思うけど、でもそんな大女に刃物美味しさとか分かるんかとか思ってまうねん。あ、そんなやつにな。そんなやつに。だけどあいつは食事めっちゃ好きやし、うん、寿司もめっちゃ好きやし、うん、焼肉もめっちゃ好きやし、いや、もうそんなんもう何でもモンスターちゃうか。何でモンスターか。何でも口に入れたらうまーうまーっていう。これむずいね。これ繊細やねんな。意外といろんなグループがおるっていう、はいはいはい、夜パン OK も、うん、パン OK の中でも、うん、その大樹みたいにウェルカムパーティーみたいな、ウェルカムブレッドの男性がおるわけ。パンに寄っていくタイプもおれば、まあ、全然今日はパンでもいいですし、はい、もちろん普通にお寿司行くんやったら行ってもいいし、いいですし、っていうタイプと、うん、あ、まあ興味ないんでパンでいいっすね、そう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 、だからパンがいいじゃなくてパンでいいっすね、うん、っていうタイプもあるってことだ、うん、それが言っちゃやばいな。そやな。でも大事はパンしか嫌だという。誰やったっけ、なんか興味ないって言ってたん。え、食事、うん、いやでも結構芸人いますよね、ちょくちょく。パン行けて食事、せやな、ひまごちゃんとかそうやったかな。ひまごちゃんはあんま食事興味ないって言ってなかった。てか、まあシンプルに金ないんで、うん、なんかもうそっちもあんねんな。いっぱい入ってるパンあるやん。はい、スティックパンとか、だから量で行きたいっていう。そうそうそう、お腹膨れる方がいっぱいになったらいいんですよ。まあそれもあるよなっていうのが乗っかってくるからな。それは乗っかったら純粋なジャッジはしにくいですよね、うん、これは難しい。いろんなグループがあって、ライブ終わりにフランクパンはいらんわ。おやすみなさい。おやすみ。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？